イザベル・ブーレは、カナダのケベック州、サントフェリシテ出身のフランス語ポップシンガー。1990年に同意なく友人たちに、プティバレーソングフェスティバルへの出場を申し込まれたが、それにもかかわらず完璧に歌い切り、高い評価を受けた。翌年のグランビーソングフェスティバルでは、ジャック・ブレルのアムステルダムを歌い、優勝した。同年、モントリオールフランコフォリフェスティバルに招待される。1993年、カナダ放送協会からフランスペリゴールで行われる、ペリゴールトリュフフェスティバルの代表に選ばれ、フランス語シャンソン部門でベストシンガー賞を獲得した。フランスにおける成功により、ブーレイは自作のロックオペラ、スターマニアのために才能ある新星を探していた、ソングライターのリュック・プラモンドンに白羽の矢を立てられた。このロックオペラで、ブーレイはマリー・ジェンヌの役を演じた。1996年、同じケベック州出身の歌手アリス・ロビの半生を、描いた同名のテレビシリーズでロビ役のジョエル・モランのために歌声を提供した。また、この年にデビューアルバム、Fallait pasをリリースしている。2008年10月20日、自分のプロデューサーであるマルク・アンドレチコインとの間に第一子の男児を出産した。ありがとうございます。